Hey, what's up? キャプテントラジオです。今回はソロで遊び続けた非課性の悩み。FC に入るのが怖い。解決します。え今回質問相談いただいているんで読み上げます。トラジオさんこんにちは。いつも動画楽しく見させていただいております。今回の質問は端的に言うと FC などのユーザーの集まりへの入り方がわからないということです。これはシステム的な意味ではなく心構え、 スタンス的な意味です。自分は今でちょうど始めてから1年弱が経過し、行月までクリアして若葉も取れ、カンストしたジョブも7つほどになりました。ただ、本当にソロで誰とも話したことがなく、ひたすらメインストーリーとコンテンツファインダー、ギルドリーブでのレベリングを行って、今の状態になったため、人と関わる系のコンテンツ全てについて知識も経験も全くありません。ID でのよろしくお願いします。お疲れ様でした。以外のコミュニケーションをしたことがありません。 正真正銘の初心者の頃はコンテンツが膨大すぎてそちらに手一杯でマルチ的要素に目を向ける余裕がなかったのですが最近はストーリーも一段落しいろんなコンテンツに手を出してみようかなと考えている頃合いですしかし今の私の状態は外面だけそこそこやってる風だけれどもひたすらソロでストーリーとレベリングをしているだけなのでいろんなコンテンツの詳細仕様を理解してないし人と多く関わるコンテンツの温度感も分かっていません ついでに言えばスキル回しも雰囲気でやっています。そんな状態でどう FC に入りたいと声をかければよいのか、予心場入れてもらえたとしても、外面と中身の知識が一致しなさすぎて、うとまれそうでビビっています。嫁だ。話してしまえば人とのコミュニケーションはそんな苦手な方ではないのですが、自分の想像上の FF プレイヤー集まりの温度感やねぶみの視線にひるんでいるといった感じです。 そんな状態で FC に入るために必要な知識、やるべき行動なのは何でしょうかよろしくお願いいたします。結論としては、悩んでる暇があれば、体験で加入してどんなものなのか、経験してみればいいっていうのが答えなのですが、それだけだと一歩踏み出せないと思うんで、今回は FC に加入するために、あると便利な知識と、実際の FC の雰囲気を解説したいと思います。今回お話しするテーマはこちら。FC 加入するために、必要な知識はいらない。プレイスキルは関係ない。 温度差は必ずある。合わなければ次探すといい。四つのテーマでお話ししていきます。一つ目、必要な知識はいらないってことなんですけど、これはよくある勘違いなんですが、FC 入るにはプレイスキルが高くて上手くないといけないみたいなことや、いろんなことを知ってる知識がないといけないなどの考え方を持っているパターンですが、これは大きな勘違いです。 FC 入るのに必要な知識もなければゲームを始めてすぐの人が加入するっていうこともあるんで基本は関係ないっていう FC が多いですただ FC によっては高難易度専用だったりとか戦闘コンテンツのみとかいろいろ指定して募集している場合があるので重要なのはゲームに関する知識よりも自分に合った環境を探すことが大事です それを探すには、今は公式サイトのロードストーンがあるので、そこにたくさんの FC が募集文を結構ね、しっかりめに書いていることが多いので、それを見て自分に合いそうだなーっていう条件の FC に入れば、コミュニケーションも取りやすくなると思います。二つ目、プレイスキルは関係ないっていうことですけど、これも一つ目と似たような話ですが、基本、ワイワイしたりなど、コミュニケーションを図って楽しむような FC だと、基本プレイスキルは関係ないです。 戦闘コンテンツ主体で遊ぶ FC なら少しは連動が必要かもしれませんが FC によっては一緒に練習したりこれ予習したらいいよみたいな情報もあったりするんで。 それで共有して一緒に戦闘コンテンツを遊んでいるうちに気づいたら結構上級者になっていたっていうこともあるので最初っからうまくいかないといけないってことはないしそもそもそういう募集をほとんど見たことがないです FC の中でも先に入った人と後から入った人とも必ず何かしらの接点やコミュニケーションが発生するのでその中で正直に自分はこれが苦手だけどこれが得意っていうのをシェアしておくと じゃあ、こうしようっていう話が他のメンバーやマスターともできるんで、できないことに多くして隠したままにするよりかは、苦手なものは苦手なのと逆にやりたいことがあれば、やりたいことを言うなど、相手に自分の状況を伝えて認識してもらえると理解してもらいやすくなります。 現状どう遊ぶのかを決めつつ、さらにその先どういうプレイスタイルで遊んでいきたいのかを自分の中で決めておくと、よりこのゲームを楽しめるんじゃないかなと思います。三つ目、温度差は必ずあるってことですが、規模にもよりますが、FC の中には複数人人がいるわけで、現実と同じように、一つの集団の中にはいろんなタイプの人がいます。俺は戦闘コンテンツで絶までやっていて、戦闘しか遊ばない強いプレイヤーになるっていう人もいれば、戦闘は一切せずにギャザクラだけとか、 いやいや、私はユーザーイベントのみで遊んでいるとか、ハウジングのみだとかっていう人も様々なタイプの人がいるんで、遊ぶ目的がそもそも異なるので、いろんな目線での温度差は必ずあります。質問者さんは外面と中身の知識が一致してなくて、疎まれるかもという話ですが、いくら高レベルであっても、すべてのコンテンツを遊んでいるって人はほとんどいないんで、 一概にレベルが高いから何でもできる人と基本思うことはないです。仮に加入後に立ち回りや目線が気になるのであれば自分のプレイスタイルをはっきりと伝えてその中で一緒に遊べるような環境づくりをすればメンタルは楽ですよと。 伝える方法は様々ですが、最初の挨拶でもいいし、FC によっては加入後、自己紹介を頼まれることがあるかもしれないんで、そこで話すっていうのでも手段は何でもいいです。四つ目、会わなければ次探すといいってことなんですけども、大体の FC は体験とかを設けてたり、仮になかったとしてもすぐに抜けれるんで、自分に会わないと思ったらマスターに告げて、抜けてまた次探せばいいです。抜けちゃダメなんてね、ルールはゲーム上ないので、その後に、 より自分に合いいいそうな FC を探すといいですとでただ注意点は全部自分に合わせてくれっていうのではなくてこの部分なら自分も合わせられそうとお互いウィンウィンになるような遊び方をするといいです。たまにおられるんですけど FC をサービスだと思っていて、まあ、何もしてくれないとか言う人がいるんですけど、FC はサービスではなく、基本は融資の集まりだと思うんで、何でもかんでもやってもらおうという考えでいくと、理想とギャップのズレで必然的にうまくいかないんで、そのあたり根本に持っておくといいと思います。 結論をまとめると、質問者さんの行動すべきことは、コミュニティファインダーを開く、募集文をしっかり読んで加入する、自分のプレイスタイルを伝える、会わなければ抜ける、これで何もしなくて悩んでいるよりかは、是が非でも答えは出て、今の悩みの解決にはつながるかなと思います。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。 「こんな感じに生きてゆく」トラジロウンド「とらじろんど」